はい、皆さんどうもこんにちは。コートン JP でございます。というわけで今回はお久しぶりの料理動画でございます。ついにこんな変な画角ですけど、正直調整するのめんどくさかったのでこんな変な画角になっております。というわけで今回の内容ですけど、まあ主に料理でございます。はい、料理でございます。で、今回ってか久々に料理するんですけど、ぶっちゃけ料理中に関してはどうしてもやっぱ IH ノイズ乗っかって、自分のその料理しながら話してる声っていうのがもう全くというほど聞こえなくなっちゃって、もうジリ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 っていう音しか聞こえないので、もう仕方ないので、料理中に時に関してはめちゃくちゃナレーションでやろうと思います。てかむしろそれをやりたくて今回この動画を撮影しようと思ったぐらいだからね。あーとついでリメインって形で、はい。次、今回調理するのに関しては実は僕基本的に焼きそばばっか食ってるんですよね。焼きそばってよりはとりあえずもやしと何かを合わせて食ってるいうのが基本的な僕の食生活なんですよ。で、たまになんかその餃子食べたりとか、そのハンバーグ食ったりとか、なんか適当になんかとりあえず簡単に調理できるのばっか食ってるんですけど、で、これで僕はもやしを多用しまくるわけですよ。てなわけで、もやしになんか合うっていう商品を見つけたので、それも今回は作っていきたいと思います。で、こちらでございます。はい、つけてこちら日清さんのもやしがよく合う焼きそばでございます。はい、もやしがよく合うらしいんですよね。うん。で、今回使ってたのがこちら緑豆もやしですけど、実はその撮影前に頑張って IH のノイズ消せないかなって思っていろいろ設定してたんですけど、どうしてもなんか難しかった。で、僕が毎日投稿実況、まあ平日毎日投稿実況やった時に一本動画だけパリムッシュっていう動画は多分ね、限定公開してるので、僕のチャンネルページのトップ画面から見ることができるんですけど、そこの方を見ていただけば分かった通り、そのパリムッシュの最初に餃子をね途中から調理してる状態で移したことあるんですけど、その時だと全然ノイズが乗っかってなかったんですよね。はい、ですのでいろいろテストしてみたんですけど、まあ難しかった。で、しかもそれやってる途中にどんどんここに用意してたんですけど、はい、下の方に今台あるんですけど、そこに用意したんですけど、そのせいでちょっと若干で常温になりかけてる。まだ冷たいけどね。はい、てけどまあそんな感じで今回緑豆もやしってのを使っていきます。ちなみにこれに関してはもやしによっては洗わなくてもいいよっていうやつと、洗った方がいいよってやつと、洗えっていうやつの3種類あるんですけど、これは洗えってやつです。はい、軽く すすぎを飲みますのでね。で、もう1個が、で、で、こいつですね。あと、これがメインで。こいつを、さらに、もやし使うときに、もやしだけじゃいつもなんか物足りないので、卵2個使います。で、この卵に関しては画像に載ってきてますけど、こういう感じの卵を使ってます。ちなみに、賞味期限が4日で切れます。はい。明日はもやし生活や。てか、まあ、もやし今回半分しか使用してないので、どっちにしろもやし生活は確定なんですけどね。しかも、さらにプラスもやし買ってるからね。もやしばっか大好き。しかも味変更簡単。イエーイ。というわけで、まあ、早速やっていこうと思います。やっていきますけど、正直、まだ後で画角に映るかがわかりますけどね。はい、まあ、それを置いとこう。まず、こいつはとりあえず、どうせ、もやし炒めて、もやしともく炒めてから、麺乗っけて、水ぶっかけて、炒めて、で、ソースぶっかけて終わりっていう。これ手順なんでね。まあ、どうせその手順で、もう、もやし焼きそば系も作りまくってるかわかんないですけど、大体そういう手順なんですよね。というわけで、まあ、こいつ使わないんでね、一旦別の場所に置いときます。というか、邪魔なんでね。で、今回これを使用します。じゃあこれ確かダイソンさんの、今なんか結構高いものしか売ってないんですけど、当時安く買ってたんですよね。シール20枚ぐらい集めてなんかこれ300円ぐらいで買ったはずです。結構これ野菜洗う時に使ってますね。で、お米洗う時に関してはそのマジやりザグ、しかも狭いんでね、いつも4合炊いてるんですけど、それじゃ狭すぎて使いづらいので野菜やりですね。それではみんなにまずもやしいっていきましょう。多分湯に映ってないな。こっちの方見えるようにしている。今回カメラセッティングしたから見えてないね。まあ、ざっくり発表していきましょう。で、これに関しては正直期限的な今日までです。まあ明日の朝朝食にでもしようかなと思います。よいしょ、OK かな。よいしょ、よいしょ。あ、美味しい、ことした。はい、じゃあ早速ここから調理していきますけど、その前に調理ですね。一応ね、ナレーションの前に見せておくか。はい、じゃあ調理工程がこんな感じでございます。こんな感じの画角で映そうかなと思ってます。まあ、たまに調整するかもしれませんけど。はい、一応こんな感じ。フライパンに関しては、いつもの赤いフライパン使ってもいいんですけど、まあ、たまには、この前のピンクのフライパンも使ってあげようかなと思って、ぶっちゃけ重量的にはこっちの方が重たいです。めっちゃずっしりんこって感じ。あと、深さに関してもこっちの方が深いですね。はい、あんま手が場外登場してないから、てか1回ぐらいそこしか登場してないんじゃないかなと思います。はい。で、ここにモニター置いてますけど、カメラモニター、こっちに、今、
ここからこっちの方向に向けてあるんですけど、ぶっちゃけこっちのモニターだと見づらかったのでこっちの方にしました。てかもともと顔を映しながら撮影する予定だったこともあったが、ちっちゃいモニター設置したんですけど、ぶっちゃけあのこれのせいでだいぶ邪魔になってると思われ、何するしろ邪魔なんだよ正直もう少し自分は左にやりたいんですけど、カメラにドカンってぶつかっちゃうんでね、もう眼角の問題これ以上無理っていうわけで、ここから先では IH を使用していきますので、ここから僕のナレーション実況にお任せいたします。はい、てなわけで久々ではないですけど、久々なナレーション実況でございます。まず最初に IH の電源を入れて油を入れます。ちなみに火力はマックス、納金ですいません。で、しばらくフライパンが温まるまで待ち、そしてもやしを投入して、炒めます。じゃあ炒め上がる時間ですけど、ぶっちゃけあんまり気にしないですね。はい、さてここで少し炒め中に余談ですけど、この動画を撮るきっかけになったっていうのが、実はそのオーディオインターフェースっていうのを新たに導入したっていうよりかは買い替えたんですよね。前ローランさんの UA-25 だっけな確か、はい、それを使ってたんですけど、それの音質もそうですし、あと古すぎるもあって、やっと買い替えたいなーってずっと思ってたんですけど、やっと、同じくローランドさんの、ルビックス24っていうものに買い替えたんですけど、それで今回ソニーさんのマイクを使ってみようと思って、せっかくなんでずっとお尻に保管してたんですけど、使ってみようと思って、でその動画どうしようかなと思って、ちょうどもやしに合う焼きそばっていうのを買ったので、まあその試すついでにいいかなと思って、それで今回この動画を撮りに至っております。でほどほどに炒め上がりましたら卵を投入します。相変わらずカッコつけようと思うけど失敗しまくる、難しいね卵割るの、卵をカッコつけて割るのって。はい、そして卵の焼き上がりですけど、大体卵の生感がなくなりますね。はい、生感っていうのがあるんですけど、その生感がなくなれば OK でございます。そして、卵の生感がなくなりましたら、今回のメインである中華麺と、水 40cc を投入いたします。ちなみに水 40cc ですが、手持ちの計量カップの最低容量が 50cc なので、おおよそ入れてます。だいたい 50cc より少し少ない程度にしてますね。そして、水分がなくなるまで麺をほぐしつつ炒めます。麺に関しては、で最初の頃は少し水を入れたばっかの頃に関しては、一旦ひっくり返して炒めるのが結構でコツかなと思います。そして、動画のように水分がなくなりましたら、粉末ソースを投入して全体に混ぜ合わせれば出来上がりでございます。この後にサブメニューを作りましたけど、前回の料理動画ともろかぶりしてしまうので、今回はカットいたします。というわけで、ナレーション実況は以上でございます。はい、というわけで約束作出来上がりましたのがこちらでございます。もう少しカメラ角度変更させるか。2カメ使ってもいいんですけどね、これ2カメ使ってもいいんですけど、まあ今回に関してはほぼマイクのテスト録音を試してみたいっていうのが本音なんでね。はい、まつげで完成しました。食事シーン中もねナレーションしようかなと思ったけど、ぶっちゃけとこが何も思いつかなかった。今考えながらやったんですけど、はい、さっき早速食べていきましょう。あ、ちなみに追加で作ったものはこれですね。はい、さっきだ途中になんか多分ナレーションでも言ってるかもしれませんけど、卵さん、はい、卵とミックスサラダとドレッシング合わせてやつ。はい、さすがに今回ご飯ね炊いてないんですね。まだ炊いてない帰ってね、炊くのめんどくさいというか炊いてないんですよ。はい、ワイスさんのやつどれぐらいだけうまいのか、本当にもやしとね この焼きそば相性がいいのか、それではメインのやつ入れたこうと思います。いただきます。合うのかななんかとりあえず言うと美味しい当然美味しいんですよ。美味しいんですけど、味の雰囲気がなんかすっごく中間地にいるんですよ。今はちょっと焼きそばの中では、でも意外と本当にちょうどいいって感じ。別に辛くもなければ甘くもない、なんか辛い少し甘みもあるかなって言いますけど、めちゃくちゃなんかもやしに合うかって言われれば、ぶっちゃけ焼きそば自体もやし入ってますからね。もやしとなんかキャベツかレタス、キャベツとあと肉、鶏肉なのか豚肉か分かんないですけど、牛肉かもしれない、豚肉か鶏肉か分かんないですけど、
グルあと鰹節とか青のりとか入ってるイメージなんですけど、うん、なんて言うんでしょうね、なんかすごくわからない。じゃあこれも食っとくか多分味はいつものやつなんですけど、いつも食ったやつですけど、いつも通り美味しい味というわけで健康未来麦茶、麦茶に関してもまだお茶も作ってない状態なんでね、はい、てかちょうどなくなった昨日で、はい、なくなったんですけど、うん、またこれ動画撮った後作ると思いますけど、うん、やっぱグリーンだからの麦茶甘い、甘いてか優しい味わい、うん、文字通りの優しい麦茶ですよ。本当優しい味なんですよ。濃い感じでなく、そして薄い感じでもなく、薄いよりの優しさって感じ、なんかよくわかんないですけど、言い方がわかんないですけど、はい、まあこんな感じかなと思います。そんな感じで今回は終わりにしようかなと思います。まあこれがじゃあまたゆっくり食べます、はい、うん、やっぱり食事します。一応見せようと思ったけど、まあいいか、別にこれ取らなくても、別に食べなくてもいいやはい、一応今回気になって買ったもの、ビオストロビオの、みかんとゆず。一応ビオに関しては毎月毎月なんか何かしら新商品が販売されてるんですけど、今回みかんとゆずってやつだね。前回の洋梨っていうやつに関してはすごく美味しかったんですけど、みかんに関しては大体わかるんですけど、そのゆずってのが全然味がわかんなくて、多分食ったことあるんですけど、食う飲むなんかそんな感じかな、なんかわかんないですけど、とりあえずみかんとゆずってのがあったので買ってみました。ていうかゆずが怖くて買ってなかったんですけど、まあいいや、もう外れてもいいやって感じで買ってみました。所詮はヨーグルトなんでね、まあぐらいかなと思います。ぶっちゃけ IH ノイズのせいでこの料理動画撮ってないってのもあるんですよね、はい、絶対ナレーションねしなくちゃ、ナレーションしなくちゃいけないので、うんまあ音量ブースト上げまくれば、逆にブースト上げれば上げるほど声も聞こえてくるけど、そのノイズのジーっていう音が聞こえてくるんです。電磁ノイズの、電磁波のノイズが IH 時計のね。逆にガスコンロすればいいんですけど、ガス嫌いなんでね、ガス嫌いなんで、それもまた難しいっていう状況です。まあ、というわけで、まあ、こんな感じでめちゃくちゃ編集簡単ようにしますけど、まあ、なんだかんだ時間かかるよね。絶対ナレーション考えるのにまた時間かかるから。はい、まあ、こんな感じで今回は終わりにします。それでは、正直、チャンネル登録者が全く増えずに、26人でずっと、25人か今。はい、25人ずっと止まっているので、皆さんよろしければ、チャンネル登録の方、よろしくお願いします。あと、評価に関しても、低評価皆さん見れないですけど、僕は多分見れるよね。見れなきゃ逆におかしいですけど、まあその高評価ない低評価ない押していただけたらと思います。それではまた次回の動画お会いしましょう。さよなら、バイビー。絆創膏してるせいかやっぱするねイエイ、ません、やっぱり気が変わったので、やっぱみかんというやつ取ろうと思います。今食べ合ったところですね、ちょうど。はい、さあ早速開けていきましょう。いきますよ、どうしようか、はい、せーの、よいしょ、よいしょ。なんかみかんと多分柚子の香りかな、何かみかんと別の香りがするしますね。はい、香り的には。それではいただきます。うわ柚子初めてだと思うからな。とりあえずヨーグルト系では初めて。はい、それではやっぱみかんと何かの香りがするそれでは早速いただきます。普通に美味しいです結構甘い感じなんですね。結構甘い、うん、かなり甘い。そんだけですねというわけで、おまけ終了、おまけってか終了、おまけ終了です